アメリカのバイオ医薬品企業モデルナの1月から3月期の決算は、新型コロナワクチンの供給が始まったことで最終損益が黒字に転じました。さらに、モデルナのワクチンが12歳から17歳を対象に96%の有効性を示し、深刻な副反応も見受けられず、安全とする臨床試験の暫定結果を発表しました。 また、すでに2回目の接種が完了した成人に3回目の追加接種をしたところ、変異ウイルスへの抗体が増えたとする第2段階の臨床試験結果も発表しています。3回目の接種を現在開発中の新たなワクチンにした場合、抗体の検出量がさらに増えるということです。